日大紛争は1968年から1969年にかけて続いた日本大学における大学紛争である。ただし、紛争との呼称は批判的ニュアンスのものであり、学生運動の立場からは日大闘争と呼ぶ。理工学部教授が裏口入学圧戦で受領した謝礼を脱税していたことに加え、1968年に 莫大な死と不明金が明るみに出たことで、日大生の怒りが爆発したことに橋を発する、大規模な大学紛争である。秋田明大を議長とする、日大全教頭は、教職員組合や不警戒をも巻き込み、全学的な広がりを見せた。学内に、警視庁機動隊が投入され、警察官1名が殉職したほか、双方に、多くの負傷者を出した。 同年9月には学生側が古田茂次両会等を筆頭とする大学当局に経理の全面公開や前理事の退陣を一時約束させたものの覆され運動は退庁していった開始時期の早さやバリケードストライキの長期的維持満単位の学生を動員して理事者との文字通りの 大衆断固を実現したことなど、東大紛争と並んで全国の大学紛争に大きな影響を与えた。東大紛争と比べて要求項目が明確であり、当初は大学民主化の色彩が濃かった。1960年代後半に日本では18歳人口の急増と大学進学率の向上により、大学生の数が急進し、 大学教育の性格は大衆化しつつあった。日大は、極めて強い保守思想の持ち主である古田の経営の、下、その潮流に乗って、急速に膨張した。1968年には、学生、教職員総数15万を数える日本最大の大学となり、全国大学生総数の約1割を占めるまでに、至った。一方で、学習環境や福利構成、 教職員数はこれに追いついておらず、教育条件の劣悪さに学生の不満が高まっていた。講義は500人から2000人程度の学生を入れた大教室で教員がマイクで話す形式が中心であり、教員の質も低く、それにもかかわらず授業料はしばしば値上げされ、当時の日本の大学の中でも特に高額であった。一部では環境改善を求める。 自治運動や学園の民主化、自治会の全学連加盟などを求める運動も行われたが、大学当局は学生の指導を徹底強化する、学内における政治運動は禁止すると方針を打ち立てこれを抑圧し、運動部や応援団の体育会系学生を優遇して学生活動を弾圧する実行部隊として利用した。 旧日本大学本部1968年1月26日、日大理工学部教授をが裏口入学で3000万円を得ていたことが新聞報道された。さらに、同年4月14日、国税局が日大の11学部とに高校への監査で、昭和38年から昭和42年までの5年間で、合計約20億円の使途不明金があったことを、 発表し、5月5日には、日大の使途不明金と、厳選脱税は、合計34億円に上ると公表された。これにより、入学金、授業料、寄付金などの約1割を大学本部へ、総合費として納付し収入を引得するという、学部の独立採算性を利用した金の、流れのみならず、日大のずさんな管理体制が、白日のもとにさらされた。 首都不明金の実際のお使い道は、教職員への非課税手当本部役員への兼納金、学生対策費、組合対策費、社交障害費などであった。巨大な日大では、各学部が散らばって、学生を分断していたが、大学の不祥事に対して、最初に声を上げたのは、世田谷区の分離学部と神田岬崎町の経済学部の、日大生たちであった。4月23日、 文理学部学生会執行部が教授会に対して公開質問状を出した。しかし、返答は教授会は経理に直接の権能を有しないので具体的に述べられないとにべもないものであり、その後有志学生らが討論資料やビラを作成して全学生の団結と行動を呼びかけた。秋田命題を委員長とする経済学部学生会は5月18日に 死と不明金問題についての学生委員会の開催を教授会に請願したが、ここでも学部として声明を出すまでの間は不許可とされた。これを受けて、秋田らは無届での活動を始め、5月21日から数百人を集めて経済学部本館地下ホールで講義集会を開いた。5月23日、大学当局は、 本館入り口でた学部生を排除したり、学生会執行部と指導委員長の話し合いと引き換えに、無届け集会を即時解散させようとしたが、学生側はこれを拒否し、秋田は通告文を焼き捨てた。その後、退出しようとする学生らを体育会系学生が妨害し、大学職員がシャッターを下ろして閉じ込めようとした。怒った学生たちはデモを始め、 経済学部に隣接する法学部にも波及した。5月25日、経済学部は学部の秩序を乱したとして、飽きたら16人を自宅禁止処分とした。同日、経済学部の処分に抗議する集会が右翼学生の暴行を受けながらも三学部で開始され、経済学部で行われた抗議集会に法、文の学生が合流し、3000人規模の大集団と、 なった。5月24日には、教職員組合も、全理事退陣要求書を提出した。多くが、大学当局の御用団体となっている、大学公認の学生会や自治会に代わる、全学共闘会議を求める機運が広がり、5月27日には、これまでの教、法、文のほか芸、小理、脳、花どの、 各学部有志が経済学部校舎前での講義集会に参加し、秋田を議長とする日本大学全学共同会議を結成。当面の要求は、古田会頭以下全理事大臣経理、全面公開しと不明金に関し大学と学生の話し合いとされた。翌5月28日から30日にかけ、無届け集会と闘争委員会設立が各学部で行われた。 5月31日、日大全教頭は、理事との大衆断交を申し込んだが、大学当局は、全学教頭会議は、非合法団体であり、大学としては認められないと拒絶され、各学部で、抗議集会が開かれた。この日の午後、集会に参加した学生が、体育会系学生らに暴行され、数名が搬送された。6月4日に行われた集会では、 各学部の学生1万4人が集結。右翼や体育会計を集めていた大学当局も、そのあまりの数に暴力による排除を断念し、大学本部で全教頭指導部が学生部長との談判を行うが、平行線のまま全教頭代表は11日に、大衆断行を行うことを要求して引き上げた。六月六日に、古田海東らは、地不明金は、 絶対にない、この難局を乗り越え、学園の発展に尽くすとして、退陣を拒否し、集会の完全自由化や、検閲撤廃も否定した。日大全教党が、大衆断固を行うとした6月11日、大学当局側は校舎をロックアウトし、暴力集団が集会に参加した学生に対して、校舎の上から物を投げつけた。建物内部に入った学生には、 木刀や陸上競技の砲丸などの狂気が振るわれ、一部には日本刀を持ち出す者も,もおり、40人が入院するなど、多くの学生が負傷した。その日の午後、大学校内に機動隊が現れた。これを見た全教頭指示学生らは自分たちを暴行する集団を機動隊が排除するものと思い歓迎したが、大学当局の要請を受けて出動した機動隊は、 体育会系学生らを放置したまま集会を規制し、抵抗した学生6人を公務執行妨害で逮捕した。この出来事で大学当局と警察に対する決定的な不信感を植え付けられた学生らは、恩恵な抗議集会では限界があるという認識を抱くようになる。同日有法学部生約300人が、 ストライキ権確率を宣言して3号館を占拠してバリケードを構築したのを皮切りに日大全教頭は無期限ストに突入した。公認の学生会は日大全教頭の扱いをめぐって学部間で対立して機能不全に陥り6月13日に中央委員会が学生会連合の解散を宣言した日大のバリケードは右翼の襲撃に備えて 学園闘争史上最強と呼ばれるまでに強化されていった。大学当局は、経理公開や大学近代化を謳う大学改革案を発表し、夏休みを繰り上げたり、府警や OB に働きかけるなどして、大衆断行要求を拒絶しながら鎮静化を図ろうとしたが、7月10日に国税局が、 日大職員2012人が3年間で総額19億3000万円が課税を逃れた闇給与の支払いを受け個人の闇給与の最高額は1億5000万円とする新たな調査結果を発表した古田会頭は記者会見で反省する素振りを見せず世間を呆れさせた同月強い批判を受けた大学当局は予備接種を申し入れたが 不欲団体より、大衆断行の名所だけは、用いるなと、本学に申し入れがあるとして、古田会頭は、全学集会の名称にすることをカタクナに求めた。日大全教頭側はこれに激怒し、法学部一号館大講堂で、大衆断行を8月4日に行う約束を飲ませた。しかし、直後に行われた届け出デモでは、警察の規制を受けて負傷者と逮捕者を出し、 学生らは、当局は断行に応じるふりをしていながら、一方で、機動隊の出動要請を出したのかと不満をさらに募らせた。古田海斗は、乗っていたタクシーを学生に取り囲まれた事件を理由に、安全の保障がされていないとして、大衆断行の無期延期を通達した。大衆断行が行われるはずだった8月4日、法学部本人に数千人の学生が集まり、 抗議集会を開き、全理事の相対人検閲制度の廃止検閲の全面公開集会の自由を認めよ、不当処分白紙撤回のスローガンを決議した。学生らが掲げた、我々の授業料は、父や母の汗の結晶であるという言葉は大人たちに、好評で、はじめの1ヶ月間ほどは、姿勢でも寒波に応じるものが多く、世論は害して学生側に同情的であった。 規制に当たった警察側でも日大当局の腐敗に対して立ち上がった学生らを学生さんと呼んで同情する雰囲気があり大学進学率が2割に満たなかった当時においてエリートに属する学生らを思いパカって奴らの将来を考えてやれとおり季節する幹部もいた一方日大全教頭はストライキ維持のために 夏休み期間中の自主投稿を学生らに呼びかけた。バリケードの中では、当初厳格な規律が確立されていたが、老状が長期化するにつれて、次第に主観していき、また8月頃から中核派などのセクトの影響も見られるようになり、学生の間で意識の乖離が進んだ。夏、休み明けを控えた8月24日、大学当局は、学生諸君の集会。 出版物配布の自由、処分撤回、経理の公開などを中心とする主要な要求は認めるとして妥協案を出した。これに対して日大全教党はあくまで大衆断行の実現を要求した。1968年9月4日未明、東京地方裁判所の仮執行処分に基づき、機動隊などによる、 強制排除が行われた際、経済学部本館のバリケード封鎖解除に出動していた機動隊の巡査部長が学生が校舎4階から落とした約1 6ラムのコンクリート片を頭部に受けて重傷を負い29日に死亡した。警察にとって学園紛争で初の死者、公安事件としては戦後3人目の犠牲者であり、警視庁公安部、 村上県警姿勢は、警視庁はこれまで、学生側にも言い分があると思っていたが、もうこれからは、手加減しないと、記者会見で憤りをあらわにした。学生に対する怒りは、検挙よりも解散を重視していた警察の方針を、徹底的な取り締まりへ転換させた。この機動隊による、強制排除は、 学園正常化に成功した国際、キリスト教大学や芝浦工業大学の前例に習ったものとみられるが、大学当局が改善案を提起していながら、事前の話し合いや予告もなく警察の手を借りたことは、かえって反発を生み、日大全教等は、他大学の各セクトによる外人部隊の協力を得て、機動隊退去後の経済学部、法学部校舎を再選挙した。 その後も機動隊出動と学生の事前退避、再選挙が繰り返され、9月12日には、人望庁近辺で大規模な衝突が起こった。これらの衝突で被害を受けた付近の商店や住民は、学生らに対する態度を降下させ、日大全教徒を批判するメディアが増え始めた。その後も、日大全教徒による、大衆断行の要求。 大学当局の妥協安定時、日大全教等の拒絶が続いたが、9月29日に、理事学部長会議は、ついに翌9月30日に、全学集会を行うことを決定した。9月30日当日、大学当局主催の形式が取られた、全学集会は、床に、ひびが入るほどの大入りの両国行動で開催された。当初2時間の学生らは、 ヘルメットや下馬棒の持ち込みを禁じられたが、大学当局が2時間までとしていた集会は12時間にも及び、全教徒は、全理事から本集会が大衆断行であることを認めさせたほか、過去の大衆断行実施の役、仮処分申請、機動隊導入に対する自己批判や集会、出版の許可制撤廃、本部体育会の解散、学生会館の自主管理、 全員理事の総大人、闘争での処分者を出さないことなどを記した、確約書に、理事たちを署名させた上10月3日に、大衆断行を再度行うことを約束させ、ほとんどの要求を通した。ただし、理事の総大人は、理事会でこの後決定するとされた。古田回答は途中疲労により倒れ、秋田は断行終了後方針状態であったという。しかし、 翌10月1日に佐藤栄作首相が大学問題閣僚懇談会で日大の大衆断交は常識を逸脱している。法秩序の破壊すら進んでいる。今やこの処理は政治問題として取り上げる段階に来たと発言。さらに戦術の警察官志望により日大全教頭に対する風当たりは強くなっていた。10月2日に開かれた理事会で 古田会頭ら日大首脳部は約束させられていた10月3日の大衆断行を撤回した。10月7日に評議会から全員一致での理事総大人が勧告されたものの、10月9日の理事会で出された大人決議は一部理事の反対により全員一致とならず、新理事が選出されるまで、現理事が留まるという不対条項が付けられた。 秋田ら日大全教頭は10月3日に抗議集会を開くが2000人弱しか集まらず、学生たちの失望感と挫折感は明らかであった。10月5日には、秋田ら全教頭系学生に、公務執行妨害と、他公安条例違反で逮捕状が出され、潜伏を余儀なくされた。10月21日の国際反戦例の頃には、セクトの侵食が進み、日大は、 反権力の一拠点となっていた。この頃には、一般学生らは進級、卒業、そして就職に対する危機感を持ち始めており、10月15日に、企業の人事担当者から紛争が長期化する、日大からは採用しない旨を言い渡されて、就職内定者の間で動揺が広がった。11月10日には、不景戒が開催され、 紛争の現況として批判された末に発言を認められた全共闘派の涙ながらの訴えに事態を解決できない理事の総対人要求には同意したものの指定の就職を心配する父兄はあくまで授業の早期再開を求めた。11月8日には芸術学部のバリケードへの攻撃に参加した。 空手部首相が逆に、全教頭に拘束され、両手を潰して、全身を滅多打ちにするなどの精算なリンチが、加えられた。11月18日には、事件の現場検証として、機動隊が導入され、芸術学部闘争委員会は大量逮捕により、事実上壊滅した。日大全教頭は十一月三十日に、大学当局に、再び大衆断行を要求したが、 拒絶されて行き詰まり、学外勢力との連帯に活路を見出そうとした。11月22日には、東大イコール日大闘争勝利全国学生、総決起大会が開かれ、両大全共闘による共同文書が出され、田村正俊書記長は、東大は日本帝国主義の高級官僚の要請、日大はサラリーマンの要請機関であった。我々は、 このような現体制を打破せねばならないと演説した。この流れは、セクトや活動家、左翼評論家から歓迎されたが、日大全教徒を民主化闘争として支持してきた人々の共感を失うこととなり、学内でも離反の動きが加速した。そのような中で、東大での民生との打ち下場に参加するなど、日大全教徒はさらに急進化していく。 全員教頭系学生が次々と逮捕されていく中、11月24日から経済学部で他県の日大施設を利用して4年生に卒業担任を取らせるために集中講義を行う疎開授業が開始された。法学部や小学部もこれに続き、全教頭はボイコットを呼びかけたが、卒業延期を恐れた一般学生らは授業再開に応じた。 孤立した全教統計学生たちは去っていった一般学生を軽蔑したが、機動隊にバリケード封鎖を解除された校舎を再奪還できる力はなく、1969年2月までに校内の拠点を失い、警察や体育会系学生の警備の下で同月に実施された入試にも手出しができなかった。3月12日に選考中であった秋田が逮捕され、 警官死亡に関して逮捕状を出された者は、全員が逮捕されたが、裁判では、現場にいたとの証明がないとして、全員の無罪が確定し、未解決事件となっている。日大全教頭はその後も少数の学生で、活動を続けたが、1970年代初頭には、自然消滅した。学生、機動体操法に、多数の負傷者を出したため、 その責任を取って、長田菊指郎総長は辞職。直後に、日大関係者による総長選挙が行われ、私学部長、鈴木勝が総長となった。また、高梨樹美幸が新たに理事長となる。なお、古田は会長となったが、紛争収束後の1970年に、日大附属病院で死去する。 病院では日大全教頭を避けるため偽名を名乗っていた。なお、1970年2月25日には、京王線武蔵野大駅付近の踏切で、体育系学生集団ともみ合いになった全、教頭側の学生が、特急電車と接触して死亡する事件が起きている。その後付近にいた他の全教頭学生らは、狂気準備集合罪などで逮捕されたが、 体育会学生らは参考人聴取に止まった。1968年の紛争以前にも日大では学生の自治的な学生運動が起きていた。1966年に学生連合会は以下の要求を行った。専任教員の質と量の充実。教授の質と量の充実。ゼミナール数の増加。新入生オリエンテーションの実施。 学生の休校対策、実習対策、実験対策、専門図書の増加と専門図書の購買拡大、校舎の建設、学生寮の建設、校生寮の建設、学生会館の建設、自由なグラウンドの建設、集会や出版について許可制から届出制への移行、ありがとうございます。